さあそれでは、はい、もうすでに2人とも汗だくですが、本当です、本日のお客様をお招きしたいと思います。この方たちです。お姉ちゃん、ひいちゃん、北さんが入室されました。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速北さんが何か言いたそうだ。え、私ですか。どうもボンバー北村です。よろしくお願いします。ボンバー、みんなボンバーしてる。何これ。ちょっと今日はね、今ね、あのボンバー3人娘できました。はい、あの巻き込まれて大丈夫です。あの爆発融合するんで、あ、後ほど全然どっち大丈夫です。あのファイナルウェポン、マオがいるんで任せろください。任せください。いいのかな、こんなことして。でも本当にあれですね、花ちゃんはそんな動きするんだっていう動きにしてましたけど、あのね、このラジオにそういう風にされてるんです。あ、されてるんですか。そうです。こんなはずではないんです。やっぱり仕事上だけですかね。仕事上だけ。何仕事上だけ。いや、北井さんさ、あの、それこそプライベートでこれやってたらちょっとビビるぜ。でも、かなちゃんだったらありえるなって。どういうこと。どういうこと。ちょっとご着席ください。そうですね、黙ります。はい、ちょっと改めてなんですけど、お一人ずつ自己紹介の方をちょっとお願いしてもいいでしょうか。真央さんから。はい、はい、あ、皆さん、こんにちは。バローナ役の真央です。よろしくお願いします。そして、はい、皆さん、こんにちは、ボンバー。織原くるり役の金本伊佐子です。よろしくお願いします。ごめんね、私が仕込んだらちょっと滑ったわ。いや、いいね、壮大に。大丈夫なんだけど、こんにちボンバーって言うともうデュララジ関係なくなっちゃった。こんにちデュラララとか違うのにすればいいのかな。じゃあなんで違うのに。今日のお客さんだってみんななんかすごい、あの、カラちゃんの壮大なトンチキ踊りによって、うん、温まってるから何でもありなんでしょ。そうね、温まってるのかな。うん、ちょっとじゃあ北入りなんか言うとき、なんか好きなのやっていいよ。何がみんな言いたいの。みんなのリビドーは何なのさ。こんにちはペロペロー。はなちゃんペロペロー。待てえ、な、何誘導してんの。いやあんまりみんなペロペロする気ない。はなちゃんのトンチキ踊りもう一回見たいぞー。見たーい。イエーイ。エリちゃん、はい、トントンチキチキトンチキトンチキ。あ、そうね。ねえねえ、花澤さん、その踊りはいつ考えたの。うるさいな。その踊り、いくら払えばもっとやってくれるの。あ、ご紹介遅れました。マイル役の北村です。よろしくお願いします。後ろも見えてるか。前も見えてるよね。よろしくお願いします。なんか俺今日ちょっとだけ、まあ、キャストさんがこう見た時にアウェイかなって思ったんだけど、おかしいね、花ちゃんがいじられてるね。私がアウェイだよ。いや、だって天下の花澤香菜さんですよ。そうですよ。前にもちょっとデュララジの方に、ええ、ちょっとうちのボンバーと、ちょっとお邪魔させていただいた時にも、特別版の方にね、ゲストさん、ね、やはりうちの子がね、もう花澤さんには負けたくないとね。うわ、怖え、あの人怖え。あの人怖え。この時カナちゃんいなかったじゃないですか。いなかったね。そういなかったから、カミヤさんと兄弟3人で出させていただいたんですけど、そうなんですよ。お二人してカナちゃん巻きたくないだろうって誘導してくるんですよ、うん、誘導本心だろ。違いますってば。好きで す, すごい。ちょっとなんかエリちゃんにかき乱されまくってるね、私たち、うん、乱されてますね。マオちゃんの困ってるでしょ。やめてそういうの。マオちゃんに謝って、ごめんマオちゃん。ごめん、久しぶりのイベントだからちょっとはしゃいでる。楽しいのが一番。あ、もうちょっとまだみんなアンチ書かないでくださいね。よろしくお願いします。まだ書かないで、はい、今日両サイドが大変だなこれ。